はい、どうぞ、こちらのです。今回はこちら、コンダンのシークレットフィグを使っていきたいと思います。さあ、絵柄はこんな感じで、ドギドギ完全吸収&宇宙獣パワー吸収というね、もうめちゃめちゃにバフをかけられた形態になるんですが、闇に染まる宇宙獣の力、前ラウンド開始記録1メモリ以上あると敵チーム全員のパワー半減、記録少しダウンっていう感じなんで、今回ダブルオーレンでいきたいと思います。これもね、出てからずっと強い、てか弱くなったタイミングがないっていうレベルのねカードだと思うんですけど、これがいる、あ、いいんだ、スキャン順は関係ないんだよね。で、これがいる限りパワーが相手毎回半分になってから半分になるので、4分の1パワーが4分の1になり続けるという。で、さらにその後にオレン身勝手でパワー3000ダウン3000ダウンって当てると、ほぼ確実にパワーマイナス、さらに孫悟飯少年期が環境でほとんどいない、あれを採用するデッキってほぼバーサーカーワンキルぐらいでしかないと思うので、そのバーサーカーワンキルをブロックバースで潰しますっていう感じでね、さっき1回だけやったんだけど、この似たようなデッキでやったんだけど、あのオーバーキルされたらこのデッキそもそもダメだなっていうことに気づいたんで、ブロックバーストは 100% なきゃダメ、なのでこんな感じでもう耐久セルデッキでね、いきたいと思います。今の環境セル結構強い、でこのデッキにはジャストフィット、このセルがいないと始まらないっていう感じのねデッキなんでね、あとダブルセルだね、何気に。待って、うっそー、あれこの場合どうなる、やれやっちゃえ、ヒューいけ、刺せ、ヒュー刺せ、最初に発動するだろうお前、あれどっちだっけ、あーしゃーナイス、はい、オッケーです。いやね、あのヒューの弱点がちょうどあのマガマガしいブロリーなんですよ、なんですけど HP 順がこっちの方が高いんで、ラウンド開始時って高い方が先に発動するから、先にパワー半減さしとけば後からマガマガしい時食らってもこれ無関係なんですよね、記録がもうね1本以上ある時だけど、発動した後に記録下げられても意味ないから、今のね完璧です。だからここがね HP 相手3万3000台とかだったとしたら、アプリとかアバターのステータスの世界になってくるんで、まあ難しいんですけど、このデッキはいい感じに体力が高くて、ブロリー使っちゃうとあれ体力低いから、まあちょうどよかったねっていう感じでね、いやーよかった。で今回怖いカードはねこいつかな、吸収されるもんね、ガード吸収、あーブロバで、そっか、いや早いでしょ、ブロバは次だね、次のラウンドでブロックバーストをこのブロリーにかけとけば、まあ最悪ガードは減らされないから、そっちの方がいいっすね。いやブロックバーストがないとなんか安心できないんだよな、こういうデッキって。なんか1枚で積むからさ、固定でオーバーキルされたらそれでおしまいだから、その固定ダメージをやっぱ防ぐ必要があるよね。あっしゃーでかいねって考えると、やっぱり身勝手の極意が強いね、これ神オレンデッキには必須で、このデッキヒーローアバターが入ってるじゃないですか、でこれバーサーカーなんですよね。バーサーカーって相手が戦闘力8000以上出すと敵チーム全員のガードが4000下がるから、それとオレンでガード7000ダウン、7000も下げちゃえばね、だいぶダメージ減らせる、あ、だいぶダメージ与えられるじゃん。でそこに加えてのセルでダメージ与えやすくなった状態で、これ食らいましょう、与えやすくなった状態でカメハメハ打つと、まあ、ダメージも出せて、でさらには、吸収があるから、パワーガード吸収があるから、それで立ち回るというねデッキなんですけど、相手が2キルデッキなんでね、まあどこまで通用するのか分かりませんけど、まあこれがあるから相当ね戦えるとは思うよ。オーバーキルされるかカードアクションで全部落とされるかのどっちかが負けパターンなんだけど、今回だったら大丈夫じゃないねえ、パワー下げめっちゃいるし。さあここはでかい、ガードが減った状態に
アバターリンク 1.5 倍のセル。あーでもパワーが吸われてる。いやーもったいなかったっすねこれ。スルブル砕け散る。まあ思ったほどは入らないけど、まあ3000吸収はでかい。これでブロリーはねもうパワー戻らないはずで、リンクラインはベニカ面に相手くっつけるしかないと思うから。てかそもそも相手エナジーたまんのかな。ヒーローアバターじゃない、アプリで貯めてくんのかな相手。バトルアプリセット完了。狙いがまだああ分かんないと思いきや、うわーガンガンミサイルか。で、またフューでパワー半分強っ。これ強くね。なんか値段めっちゃ下がってんだけど、自分的にこれめっちゃ強いと思うんだよね。めっちゃ使いやすいもんだってこれ。またパワー半分で気力も減るから、この状況だったら相手エナジー貯めづらくなるし、めちゃめちゃ良くない？まあここはセル1枚出しでいいでしょう。送信するスタンプを試していきますよ。でブロックバーストを限界突破ブロリー当てるか、もしくはいやーヒーローアバターっていうの手もあるんですけど、アバターは言うて火力出ないと思うんだよな。だったらガード守った方がいい気がするけど、ベニカ面がいることを考えるとそれもあんま意味がない。待って、アバターにリンクしてきてるよ。あ、じゃあアバターだね。そしてガンガンじゃなかった。え、ガンガンじゃないの。何エナジーアップ系。ああ何それ、エナジープラス3強っ。ユーフを与えてやる。うわ強いそれ、待って、うわエナジー10になっちゃった。相手最後ベニーで2増えて10になっちゃった。それは反則。じゃあどうしようかな。待って、これさ、これいや思ったんだけど、これベニカ面貫通ならなくない？うわどうしよっかな。ヒーローアバターはでも絶対止めないとやばい気がするんだよな。でもパワー減らしたよね今。減らしたんだったら、いや限界突破できます。なんかここはねガード減らされるのが一番嫌な気がするんだよな。だってベニカ面貫通じゃないから、もしもブロリーでガード減らされたところに超エナジー来たらそれこそ大問題だから。で岩盤クラッシュもあるでしょ。あ絶対これで合ってたと思うよ。あ待って、えミスった、うーわミスった、最悪。うわそっかブロリーの限界突破2体いたわ。よりにもよってなんでハズレ引くんだよ。まあ、こっちはこっちで、ね、強いんだけど、いくつ？うわーもったいなかった。これ1000しか食らわないじゃん。だったら腎臓だった、今のマジでもったいない。しかもここで2分の1外すのはやばい。どうしようどうしよう。うわしかも入ったし、え最悪のシナリオじゃんこれ、やばい。どんぐらい食らうかな。あでも全然入らなくない、あの減り方見ると全然入らない。さあどうか、あれなんで、なぜか弱い。パワーないだけでそんな減る。まあ気出しアビリティ発動しないとしてもやけに弱いな。まあ相当パワー減少で守られてる感じはあるけど、もうちょい入ると思ったんだよね。うわーもうやばいね。でも大丈夫そうだね。なんかこれだけ食らってても大丈夫そうな気がする。言うて入ってないから、まあ、あとはあれかカードアクションダブル龍拳岩盤超エナジー4発あるから、まあまだ分かんないですね。
さあ、そうなんですよね。ここがね、もったいなかったですね。もったいなさすぎた、マジで。こいつ捨ててたら超でかかったのに。よっしゃー、ボルンが溜まった。よし、さすがに1万6000は出ないはず。あー、全然出ない。OK。 あれは、貫通じゃないってのとパワーがマイナスまで下がってたんで大丈夫でした。いやでも言うて削られたけどね、結構削られたんだけど。あー、まあ次あれか、7000制があるからいける。よし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 。あー、いいね、これしかも吸収できんじゃん。強い、吸収強い。ズルブル、うわー強っ。うわ強いな、やっぱセル5000吸収も強いしね。うわー強っ。マジでそんな入る。オレンパワー上がってたからかな。すごいね、合体カメハメハって意外といいダメージがないんだよ。でここでまたフューが発動するんだけど、まあ、ここまで下げちゃえばもうねあんま意味ないんだけどね。気力ダウンはいいんだけど、パワーマイナスにしたらもうあとは用済みみたいなところあるんで、とりあえずここも全出しして攻めますかね。削り切らないとダメだから。いやでもいいね、フュー少年機強いな、これ強い。てかこういうカードがね好きなんだよ、使いやすくていいわ。なんか無駄に効果がてんこ盛りで難しいやつじゃなくて、こういうさシンプルで使いやすいやつがいい。これがいればだってね、ほぼ毎回アビリティ発動するし、半分ってのがいいね、しかも永続でしょ。融合悟空とかもパワーねゴリゴリ上げられる前に半分にしたり、3倍にされた後に半分になったらめちゃめちゃ痛いから、でそこからさらにあれでしょ、紙オレンで半分にするでしょ。この半分にする系がね、今後もう1枚ぐらい増えてきたらさらにやばいだろうね。さあ全員下げいったかな、これは。じゃあただギリギリ技が打てないんですよ、ちょっともったいなかったねこれ。まあさすがにヤムチャ入れるわけにもいかないからね、この後に必殺技はミッション使ってちょっと取ろうと思うんですけども、こういう系のキャラクターは技打つのが難しい。基本的にサポーターにいるしエナジーアップ系がないっていうのと、これなぜかフューってこれエナジーコストめっちゃ高いんですよね。これなぜか8っていう、8はねなかなか打てないんですよね。まあ相当必殺技の係数が高いのか何なのか分かりませんが、それ最後は身勝手で締めてもらいましょう。まあ相当強さは分かった、パワーがみなぎってくるよ、僕の餌食になってよ。見た目も結構好きかな自分は、羽が生えてる上になんか紫のオーラかっこいい、ロゼみたいなね。ドカーン、2万7000で KO です。であとアルティメットエナジーの効果はちょっと言うの忘れてたんですけど、大成功すると自分の気力がダウンする代わりにダウンした量に応じてアルエナのダメージがアップする。だから最後これでヒーローエナジーじゃなくて、気力4本の状態で放ってみてちょっとダメージの検証していきましょう。パワー上げだしのあれがいいかな、貫通リンク付与でちょっとやってみましょうか。はい、でエナジー満タンで打ったら、さらにねパワー 50% アップするんで、どれぐらいの威力になるのでしょうか。ということで今回フュー少年機を使ってみた動画ということでした。いかがだったでしょうか。結構個人的にはね使いやすい性能で安くて手に入るのでね、かなりおすすめかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。ボタン押せ、パーフェクトだ。ブーストゲージが増えたぞ。君の勝ちだ。
いい攻撃だ。これが究極ドラゴンボール。ドキドキパーフェクトで追加効果が発生したぞ。うわ、宇宙人も圧倒的パワー見せてあげるよ。僕が新しい宇宙を作るんだ。なかなか楽しめたよ。アルティメットエナジーモード突入。発動者決定。仕上げていこうか。下画面にあるよ、感じるとアルティメットエナジー大成功だ。よし、矢印の方向へ弾いて。僕の邪魔をした罰だ。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。